重慶江北国際空港は中華人民共和国重慶市北区両路地に位置する国際空港。中国西部航空、重慶航空の本拠地であり、中国国際航空、中国南方航空の商店空港、四川航空の第二ハブ空港である。前身は1939年開業の白市駅空港。1990年に現空港開業後、 軍用機能以外が移転した。2017年8月には第3ターミナルが開業した。年間4500万人の乗客が受け入れ可能となる。2020年1月現在の就航地は以下の通り。国際線東アジア東南アジア南アジア、中東北米ヨーロッパオセアニア国際線東、アジア東南アジア北米ヨーロッパオセアニア、フィンエアー。 リオンと中継へ、定期便の運行を開始国際路線網を拡充、旅行業界最新情報トラベルビジョン。www.travelvison.jp2019 i 年8月19日閲覧。フィンエアー、アジア船倍増へ引くジョイントベンチャーも、意欲、旅行業界最新情報トラベルビジョン。 www.travelvison.jp2019 i 年8月19日閲覧中国西部航空が関西イコール停州線関西イコール重慶線を新規就航関西エアポートニュースリリース2019年11月25日閲覧中国の西部航空重慶シンガポール線に週3便で就航 フライティームニュース。フライティーム2019年8月19日閲覧。タイアアジア、クラビ、重慶線二に集合 A320 でデイリー運行。フライティームニュース。フライティーム2019年8月19日閲覧。重慶港北国際空港集港都市、路線。フライティーム2019年8月18日閲覧。ベトジェットエアー。 風国発着で新規4路線を、開設2路線を増便。フライティームニュース。フライティーム2019年8月18日閲覧。ありがとうございます。